はい、えー。新海誠監督、すずめの戸締まりのネタバレをしたいと思います。えー、まあ、YouTube の方にでもですね、えー、解説考察動画が結構アップされてまして、えー、まあ、一通り、えー、楽しませていただきました。えー、でですね、まあ、えー、散々話してきたんですが、えー、まあ、えー、もう、この考察って、まあ、 基本無意味だなってね、思いました。まあなぜなら、まあ、えー、その日本神話の話とかですね。それからまあ3-1-1の話ですよね。まあここは、えー、まあ監督が本当に、えー、まあやりたかったことではね、ないと思うんですよね。 えーまあ、日本神話の方は、えーまあえー、スパイス代わりですよね、まあ。いわゆるミスリードってやつだと思います。そして、えー、311の方は、これは監督が勝手に思い込みで背負ってしまったものですよね。えー、つまり玉木さんとスズメの関係と全く同じなんですよね。 でこの311を、えー、勝手に背負ってしまった新海誠監督は、まあ、頼まれてもいないのに、えー、311を、えー、処理しようとしたというところで、まあ、この2つは、まあえー、この「スズメの戸締まり」というこの映画の中では、まあ、味付け程度にしかなっていないと、まあ、それが311的には、えー、批判される対象になってしまっている、まあ、演出としか えー、演出しか、まあ、機能してないっていうことですね。で、本筋では全くないんですよね。じゃあ、このストーリー、じゃあ、このスズメの戸締まりっていうストーリーは一体何なのかっていうね、お話ができればいいかなと思ってるんですが、えっと、過去にですね、えー、直近で、えー 新エヴァ丸パクリ疑惑っていうね、えー、動画を出してるんですが、えー、それと、えー、椅子の話とかですね、それから、えー、みかんが隕石だったっていうそういう動画を出してます。まあ、この子を、えー、まあ、ちょっと、えー、まとめたようなお話になると思うんですが、今回の、えー、スズメの戸締まりのストーリーは、 まあ、えー、ぶっちゃけて言うと、新海誠監督に起こったことを、えー、まとめたもの、えー、そしてこれからこうしますっていうね、新海誠ストーリーになってると思います。えー、この作り方は、まあ、えー、あの秀明監督のエヴァンゲリオンとあそっくりで、特に、えー、まあ、新エヴァと同じ。 ですってもう言い切っていいんじゃないのかな。なんか、この新エヴァの話をしてから、さらにこう新エヴァと見比べたら、もっと共通点がね、えー、増えてきまして、まあ、いくらでも出てくるというところなんですよね。で、まあ、えー、じゃあ、スズメの戸締まりっていうのは、一体新海誠監督の何を描いたのか。 何を描こうとしたのかっていうと、えー、まあ、新海誠監督が、えー、河村元気さんっていうプロデューサーに会って、東宝と悪魔の契約をして、えー、君の名はと、それから、えー、天気の子、すずめの戸締まりの三部作を作ってヒットさせるっていうね、えー、まあ、 悪魔の契約をして魂を売り渡して、そしてそれから解放されると、戸締まりをして解放される物語が、このスズメの戸締まり一本に、えー、ぶっ込まれてるということなんですね。まあ、だから、え河、ー、村元気さんと出会い、出会ったところから、えー 君の名を作ってそれから天気の子を作ってそして雀の戸締まりを作って最後これからどうするかっていう話をして終わるというまあ簡単に言うとこういう構成になってると思いますえー、まあえー、新エヴァの話を先にした方がね、えー、いいのかなと思うんですが、えー、まあ新エヴァは、えー、まあ何かっていうとまあこれはえっ、ー、と 庵野秀明さんが NHK ドキュメンタリー、そして NHKBS でのドキュメンタリーで、庵野秀明の千何日みたいなドキュメンタリーが多分まだ Amazon で見れるかもしれないんですが、まあえー、その中でですね、まあ、新エヴァを作るのに、えー、すごい、えーまあ、悩んでるね話がこうずっと展開されるんですが、 まあそれが、新、えー、エヴァの中に入ってきているという、えー、構成になってるわけなんですね。なので、新、えー、エヴァっていうのは、えー、まあエヴァンゲリオンのこの、えー、構成なんですが、これは、えー、まあ最初は、まあロボット少年ものみたいなね、始まりで、第二階層的には、えー、まあ、えー、単なる親子喧嘩っていうね、 えー、そして第3階層には、まあ、キリスト教みたいなのが入っていて、で、第4階層には単なる、えー、安野秀明の話と、えー、安野秀明が、えー、エヴァンゲリオンを終わらす話ということになっていると思うんですが、このスズメの戸締まりも、えー、第1階層はボイミーツガールですよね。 で、第二階層は、まあ、地震の話ですね。特に311。それから自然災害の話。まあ、災害なんですね。自然だけではないですね。災害、人災の話ですね。そして、3番目が、日本神話ですね。だから、ここが、エヴァと同じで、エヴァのキリスト教と同じで、まあ、新約旧約聖書ですね。と同じで、まあ、ミスリードを、 になってるんですよねそして、スズメの戸締まりの、えーまあ、第四階層にあるものは、新海誠監督の、えー、この、えー、2011年から、えー、2022年にわたる、えーまあ、10年、11年間の物語が、えー、このスズメの戸締まりのベースになっているということだと思いますね。で、まあ、エヴァと構成が 似てるというお話を前の動画で言ってまして、まあ、そちらをちょっと、えー、気になる方は聞いていただければいいかなと思うんですが、えー、まあこれはもう、えー、私がここで長々説明するよりもですね、新エヴァをもう一回、まあアマプラかなんか見ていただければ、うん、そっくりじゃんって話にね、えー、まあなると思うんですよね。 まあ、その話はとりあえず置いておいて、えー、ストーリーの話に戻しますと、えー、まず、えー、スズメがですね、えー、引っこ抜いちゃうんですよね要、えー、石をねで大臣になると、えー、これは、えー、扉を開けてからですね、まあ、これは、まあ、新海誠監督が呼び出されてね東方にね で、ホテルの扉をガチャッと開けたら、そこに、えー、大臣こと、えー、河村元気がいたという話のメタファーなんじゃないのかなって思うんですよね。そして、まあえー、新海誠監督である鈴芽がですね、自らの意志で要石を抜いたように見せかけて、実はそれも河村元気の術中だったと。まあえー、わざと、えー 自ら抜かせたように仕向けたということですよね。そしてまあそこから、えー、まあ物語が始まるわけですよね。そしてまあ、海、えー、もことごとね、す、え、ず、ー、めはね、カムラ元気をね、気に入ってしまうんですよね。で、うちの子になるっていう、そこでまあ契約が、えー、スタートするわけですよね。そこから、えー、この悪魔の三部作。 ですね、君の名はと天気の子とスズメの戸締まりを作ることになってしまった、えー、スズメは、えー、ロードムービーという名のね、まあ、よくわかんない旅に出るわけですね、まあ、ここで、まあ、重要なのは、えー、新海誠監督の理想の姿であるね宗像君が、えー、イケメンがですね、まあ、理想だからイケメンなわけなんですがイケメンが、えー、その 椅子にね、えー、閉じ込められてしまうんですよねで。手も足も出なくなってしまうというところなんですが、これは今までの新海誠監督のメタファーであるこのイケメンが、まあ、河、えー、村元気こと大臣によって、えー、今までの作品ですね、えー いろいろ作ってきたと思うんですが、その作品世界にですね、えー、閉じ込め、閉じ込められてしまうっていう意味で、まあ、イースであるイースですね。イースっていうのは、まあ、えー、ファルコモのゲームなんですが、このイースと、ファルコモのゲームのイースとシンガムコ監督の、えー、関係は、えー、まあ、調べていただければすぐわかると思うんですが、えー、まあ、純粋に作品を作っていた頃というね、メタファー、 に、メタファーが椅子だと思うんですが、この椅子に、えー、新海誠監督の良心ですよね。良心って良い心って書いて良心ですが、その良心を、えぇ、ー、村元気によって封じ込められる。それは、えぇ、ー、煮干しをあげて、神村元気とうち、えー、の子になるって契約をした時に、えー、その、良い、えー、新海誠ですよね。 よい深海誠はその椅子に封印されるということですね。で、この封印を解く物語が、えぇ、ー、すの戸締まりのメインテーマになっていて、まっ、あ、くこのストーリーと合致するわけなんですよね。えー、そして、 じゃあ、スズメは何なのかっていうのは、これは悪い新海誠監督なんですが、その悪いっていうのは、その性格が悪いとかではなくて、えー、それは、えー、商用主義に落ちてしまった、えー、新海誠監督の決心ですね。ま,あ、まさに、えー、その見た目、可愛いね、えー、テンプレートみたいな女の子ですよね。で君の名は、 ですよね、えー。そういうマーケットで作られた、えー、可愛い女性の姿に、えー、新海誠監督がなってしまうんですよね。で、この、えー、スズメが、えー、天気、えー、君の名はと天気の子とスズメの戸締まりを 経験していく、あるいは作っていくというのが、このすずめの戸締まりの中で、えー、展開されていくわけですね。その河村元気と一緒にね。河村元気こと大臣が導いていって、えー、その先々で、えー、映画を作っていく話っていうのが東京まで展開されるわけですね。で、まず、えー、愛媛で、えー、地下にあって、えーえー、地下は旅館ですよね。 で、スズメが来ると旅館が大繁盛なんですよね。まあ、これは、えー、君の名はですよね。君の名はが大ヒットしたっていうことですよね。で、まあ、隕石ですよね。隕石落っこってきますよね。その隕石を、えー、みかんでね、表現してるっていうね <laughs>。ま、これはちょっと面白いですよね。で、えー、天気の子ですよね。えー、まあ、これは本当とわかりやすくて、 えー、淡路島でしたっけえー、四国から淡路島を通って、えー、神戸に上陸するわけですね。もうこれはもう、えー、あの滝くんじゃなくて、あの、天気の子のね、男の子が、えー、神津島から海を渡って、えー、歌舞伎町に来るっていうのと全く同じ。 え、シチュエーションですよね。で、そしてその時に雨が降ってると。そして大人に助けられると。で、助けられた、えー、お返しで、えー、まあ、えー、天気の子ではビールをおごるんですが、えー、こちらのスズメの戸締まりでは、えー、仕事をさせられると。まあ仕事もね、天気の子ではさせられてましたよね。そしてまあ、あの、神戸のスナックは、 まあ、あれ大人の世界であって、えー、歌舞伎町のメタファーになるわけですよね。で、まあ、そこで、えー、結局、スズメは走っていて、まあ、これはだあれですよね。えっ、ー、と、天気のこのラストシーンで線路を走っていくシーンがありますよね。で、えー、最後、容疑会館ね。今はもうないと思うんですが、容疑会館の、えー はしごじゃないや、階段をね、こう登っていって、えー、で、そっから、えー、鳥居ですね。鳥居っていうのは、ま、扉と同じですよね。で、登っていって、鳥居から、えー、天にジャンプするっていうところまで、全く、えー、今回のスズメの戸締まりも同じシチュエーションになってます。で、まあ帰ってきたら、えー、ジャンク飯ですよね。えー、焼きうどんに、えー ポテトサラダを入れた、えー、ハイカロリー、炭水化物炭水化物、えー、ジャンク飯でおいしそうには全く思えないんだけど作中ではおいしいと言われているねジャンク飯ですねまああれも天気の子では、えー、チャーハンにポテトチップスでしたっけをかけて食うみたいなのがありましてまあここのコウ編っていうのは、えー、大人の世界を除くということ社会の に、えー、一歩ね、えー、接触するということでも、まあ、この天気の子と全く同じことをやってるわけですね。まあ、ここまでで、えー、天気の子までね、えー、作ったことになるということだと思います。そっからですよね。そっから、えー、まあ、ここまでが、まあ、新エヴ場でしたら、え、第三村のシーンですね。 で、こっからなんですが、えー、こから、えー、新江端とブンダーに乗って南極に行くわけなんですが、えー、こちらのスズメの戸締まりでは、まあ、新幹線という名のブンダーに乗って、まあ、東京という南極に行くわけですよね。なんとかゼロっていうところですよね。で、そこで、えー、やっぱり、えー、対決をするわけですね。えー、で、そこで、まあ、破れる わけですよね。確かね。CM はちょっと忘れちゃいましたけど。確かまあ、破れたような気がしますね。そしてまあ、ミサトさんが、えー、腹を打たれて出血するんですが、えー、スズメも、えー、足の裏を怪我して、えー、出血すると。えー、まあ、これも、えー、小説版をね、ちょっとね、気になったことがあって、えー、全部読んでないんですが、そこのシーンだけちょっとパラッと Kindle で見たんですがその傷口をね、えー、傷口から砂をこうかき出してで、えー、消毒してパッと張ってっていう描写がやけに長いんですよね、まあ、多分これ新海誠監督の性癖ですね傷口フェチっぽいんですよねで傷口フェチと足フェチ靴フェチが重なっちゃって、まあ、ここの描写がむちゃくちゃ長い っていうね、えー。そこもちょっと小説を見て新しい発見でしたね。なかなか傷口とか出血のシーンっていうのはアニメではね、えー、できないんで、まあ、えー、靴下に血を滲ませるっていうのがね、まあ限界だったと思うんですよね。で、まあ、えー、そこで戦いに敗れるんですが、まあこれは新海誠監督の心情ですよね。 で天気の子を作ったはいいけど世間的な評価は真っ二つなんですかねまああんまりいい方向ではないんじゃないですかね、まあ、私は天気の子が大好きいいと思うんですが、まあ、別にそんな何回も見たいってわけではないですし、まあ、新海誠監督の中ではいいかなっていうぐらいで、まあ、君の名はっていうのはまあ面白くないなって、まあ、端的に思います、えー ただ、まあ、世間の評価的な逆ですよね。えー、君の名が大好きで、えー、天気の子は嫌、えー、って、えー、嫌いっていう感じで、まあ、新海誠監督も東京というね、南極で、まあ、ま、えー、一回破れるわけですよね。で、そこから、えー、シャワーに入って、えー、身を清めて、えー、勝負服に着替えて、えー あれですね。新エヴァですと、えー、2号機に乗ってマリと一緒に、えー、マイナス宇宙に行くんですが、まあ、えー、スズメの戸締まりも、えー、赤いアルファロメオですね。に乗って、えー、マリことセリザー君が運転するね、えー、アルファロメオで、えー、マイナス宇宙っていう、えー、宮城に行くわけなんですよね。まあ、全く同じですよね。そして、 その同伴者として、玉木さんがついていくんですが、ま、たまさんというのは、この新エヴァでいうとこのミサトさんですよね。でも、新海誠監督はね、優しいんで、みさとさんを死なせたりはしないんですね、玉木さんをね。そこは、優しい新海誠監督なので、ここは、 やっぱりちょっと、庵の、秀明とはね、違うところなんだろうなって思いますね。えー、その、まあ、例えば、金目石をね、えー、金目石がお母さんだったらもっとね、な、えー、すごい心に刺さる物語になったんじゃないのかなと。まあ、もちろん、金目石がお母さん100%ではなくて、お母さんも中に入っている。 要石を抜いたことで大臣の中にお母さんを見て、えー、それで、えー、お母さんかそうさんかっていうそういうね天秤にかけるっていう風にしたらもっとドラマチックに、ね、なったと思うんですが要するにまあお母さんとそれから今まで死んでいった方、えー、亡くなっていった犠牲になった方たちとどっちを取るんだっていうねまあ、だ天気のこと同じですよね、えー、あのー ソータさん一人を、えー、入れとけば、まあ、自信がなくなって助かるし、さらにお母さんも帰ってくるみたいなね、そういうシチュエーションにして、さらに、まあ、ソータさん一家がね、あるいはソータさんが幼い頃にしくじったから、えー、お母さんが死んでしまったっていうシチュエーションにすれば、もっとね、いいドラマができたと思うんですが、まあ、それは重すぎるっていうことで却下されたのかな、 というふうなか、えー、思惑もあったんじゃないのかなってね、思いますね。で、まあ、えー、まあ、ようやくね、えー、スズメのとじまりの中でスズメのとじまりを作るね、作業が、えー、この、アルファロメオに乗ったところから始まるんですよね。で、結局、えー、新海誠監督はね、えー、スズメのとじまり、 で何をしたかったのかっていうと、それは今までやってきたこと、えー、君の名はとか、それから天気の子を作ったこと、そしてこのスズメの戸締まりを、えー、作ること、311に絡めたこと、すべてをですね、えー、これ、これから、えー、その深海誠になる、えー、悪い深海誠になるね、えー、スズメちゃん、小スズメに、えー、大丈夫だよって、今俺は、 えー、幸せだから。えー、俺は君の未来だけど、未来からやってきたけど、えー、君の未来は、えー、保証されている。な,なぜなら私が今、えー、幸せだから、立派な監督になったから、みたいなとこまでちょっと思えちゃうんですよね。もうかなりちょっと傲慢な感じも、えー、見えてくるんじゃないのかなと思います。で、えー、もうそのままで大丈夫だから。で 今までね、えー、作ってきたもの、えー、その黄色い椅子ですよね。えー、そこは、えー、君の名はと、それから、えー、天気の子、そしてスズメの戸締まりまでの、えー、作ってきたものが、あの、椅子の中に、えー、入ってるわけですよね。あれがだから、まあ、新エヴァでいうとこの、えー、カシウスの槍ですかね。みんなで最後 DNA から作ったところなんですが、この DNA っていうのは何なのかっていうと、えー アニメや特撮ですよね。それからコンテンツに関わった人たちの DNA を抜いて、それをコピーして、新たに、えー、あの、秀明さんの周りにいる天才たちが、えー、オリジナルのものを、DNA を複製するだけじゃなくて、オリジナルのものを、えー、作ったっていう槍を渡して、えー、それで、えー、その、エヴァっていうね、えー ァエヴァでいいのかなあの大きい巨大な綾波はね。それで、今までの、その、アニメの音量みたいなものですよね。それに、えー、俺たちの槍はこれだって、俺たちの作品はこれだってぶっ刺すのが、まあ、新エヴァだったんですが、えー、新海誠監督も、えー、自分がね、えー、コツコツ作ってた時代の椅子ですね。その椅子に、さらに、えー、 君の名はと、天気の子と、スズメの戸締まりの、えー、脚本みたいなものですね。だからまあ、私はあれをアカシックレコードと呼んでるんですが、えー、それを、えー、小スズメであるとこの、えー、若い深海誠に渡してて、さらにダメ押しで、えー、大丈夫って。俺は今ね、えー、幸せだから。だから、 いろんな人に囲まれて幸せだからと。えー、だから、えー、君の未来保証されているっていうね。もう、今俺がいいから、俺、今俺が、えー、幸せでいいことをしてるから、君の未来は明るいんだよっていう、まあ、かなりヤバい感じの、えー、終わり方になるわけですよね。で、まあ、最後、えー、新海誠監督が、えー、 まあ良い深海で悪い深海に分かれてまたオープニングに戻るわけですよね。そしたら、えー、わざわざ駅のホームでお別れするわけですね。まあ、これはだからもう全く新エヴァと同じですよね。新、えー、エヴァが、えー、マリがね、新、えー、ジ君を迎えに来るところ、あの浜辺も全く同じですよね。封印されていた。 要、えー、石になった颯太、えー、君を、えー、助けに来るシーンも、えー、ほぼ同じということですね。で、えー、結局、えー、新海誠監督は、えー、そこで、えー、良い新海と悪い深海がその映画の最後でですね駅で一回一旦お別れするんですよね。でまあ えー、一旦お借りするんだけど、結局また秋になったら、えー、秋とか冬になったら、えー、合体するわけですよね。まあ、ここは、えー、階段を使ったね、えー、君の名はと、それから新居場のダスト。で、ま、新居場のダストは君の名からオマージュで撮ってると思うんですが、その上下関係の振り向きっていうのは、えー、今回は、えー、山。 山肌みたいなね、丘みたいなところで、えー、階段のシーンをちょっと、ちょっとスケールアップしてやっていて、まあ、全くね、やってることは君の名はと同じなんですよね。えー、まあ、だから、雀の戸締まりっていうのは、えー、ちょっと、えー、見る人が見ると、これは君の名はのやり直しなんじゃないかなってね、思われるし、確かにそうなんですよね。 ただもっとよく見てみると、実は君の名はと天気のこと、すずめの戸締まりを作っている物語になるという構造になっていて、これは結構巧みだなってね、思いますね。えー、で、まあ、新エヴァのとこでも話したんですが、えーまあ、新エヴァを見て、河、えー、村元気さんが新エヴァを見て、えー、それで、えー、このストーリーがまとまらなかった、 新海誠監督のプロットをこの新映ァの構成に落とし込んだんじゃないのかなって思います。だから、もう河村元気さんがすごい今回頑張ったのかなってね、思いますね。もう天気の子でそのままにしておくとやばいっていうね、えー、話が多分上の方から来てたんじゃないのかなってね。 思いますね。そしてさらにやばい、えー、提案をこう新海誠監督がしてくるわけですね。まず扉を閉める物語にしたいって。まあなんじゃそりゃって感じですよね。まあ、明らかに盛り上がらない。1回目はいい。1回目はいいけど、2回目、3回目、4回目になるとこれは絶対盛り上がらないだろう。っていうのと、えー、それから311を直接入れたいっていう、もう結構これは直接じゃない表現にせっかく君の穴ではしたのに、 えー、で、ミミズとかの設定もね、入れた、入れてるのになんで直接的にやるんだっていうね。まあ、これは、まあ、その、まあ、ミミズから考えたかはちょっとわからないんですが、まあ、ミミズは新海誠監督かもしれないですが、その金メイジの設定とかね。まあ、そういうのは、まあ、村元気さんと新海誠監督がこう、生み出していった、その、新海誠監督のアイディアを映画にするために入れた、 えー、まあ、スパイスみたいなものなんでしょうねっていうね、ことだと思います。で、まあ、えー、ちょっと新エヴァと決定的に違うなっていうのは、新エヴァは、えー、結局、えー、迎えに来たのはマリさんっていうね、新しい方なんですよね。で、マリさんは、えー、誰かっていうと、えー 実はまあね、えー、マリはアンのヒデキなんじゃないかっていうね、えー、こともありますし、確かにそうだなと思いますね。アンのヒデキそのものですよね。まあだから、綺、え、麗、ー、なアン、のンヒデキみたいな、えー、ところもありますが、あれはまあ、ア、え、ン、ー、のヒデキの DNA を持った、えー、まあ、エヴァチルドレンみたいな感じですね。えー、その、 新ジ君を迎えに来たときに、えー、エヴァの股の間にね、飛び込んで、まあ、エヴァから生まれたっていうね、えーまあ、メタファーになってるわけ,わけなんですよね。だから、えー、エヴァから生まれた新しい監督たち、エヴァチルドレンの監督たちを、まあ、メタファーにしてて、えーまあ、それをですね、新、え、治、ー、君はまあ,あの秀明ですから、えー 庵野秀明と、それから庵野秀明フォローのフォロワーの、えー、エヴァチルドレンの監督であるマリーとね、手をつないで、えー、コンテンツ業界っていう階段を登っていくというところで終わるわけなんですよね。 そして、えー、カメラが引いていくと、さらに駅から出て、まあアニメっていうプラットフォームから出て、世界に飛び出していくと、その先には、えー、ウ重工ですかねがあって、その先には海があって、で、まさしく世界系の終わりを視察してるんですよね。これから外に出ていくよ、二人でっていうね。それは、えー、自分の弟子であるとこの、えー、あ、 エヴァのね、エヴァに影響を受けた人たちと一緒に、それを見守るんではなくて、俺も一緒に手をつないでやるぞっていうね、かなり、えー、強い、えー、メッセージが入っているんですが、この、新海誠監督のスズメのとじまりっていうのは逆なんですよね。えー、まず完全にこの二人っていうのは、えー、村方君とと鈴芽、 は、まあ、両方とも新海誠監督で、まあ、元は一つで、ね、河村元気によって、こう、分離させられた人なんですね、人たちですよね。その二人が、えー、助け合って、えー、物語を、えー、終わらせたっていうことなんで、これは、えー、新海誠監督が、ただ単に新海誠監督を助けた。えー、それだけなんですよね。 えー、なんで、えー、エヴァが、えー、その、次の世代にバトンを渡すという形を取った。まあ、それは年齢的なものも多分あると思います。えー、新海誠監督は全くそういうことは今は考えてないですね。自分のことだけだと思うんですね。で、えー、自分を助けられるのは自分だけということなので、えー、深海誠監督は、まあ、最後は、 えー、もう一回、えー、新海誠監督に戻るというね <laughs>、えー、結局閉じてしまうんですよね。何か新しいものを、えー、受け入れて、その人と一緒に、えー、世界に踏み出していくということもなく、えー、自分と自分と自分の分身に、えー、再会して、そしてさらに、えー 最後は、えー、冬になって、えー、まあ、油津漁港のとこですよね。で、えー、上から、上と下からであって、そこで合体して、一つになって終わるという、えー、新エヴァが、えー、オープンワールドに出ていったことに、に対してですね、えー、スズメの戸締まりは、えー、クローズに戻って、クローズになってしまうんですよね。 結局、えー、世界系、しかもそれも世界系の中は一人なんですよね。深海誠一人しかいないっていうね。ものすごい孤独な終わり方で世界系そのものの終わり方をしていて、その世界の中には、えー、他の,その人も入っていないと。えー 新海誠が愛するのは新海誠っていうね、えー、すごい終わり方をしていて、えー、まあこの終わり方をするっていうことは、えー、また新海誠監督は、えー、世界の中に閉じこもっていくんだろうな。要するに世界系に戻るっていうね、ちょっと頑張って、えー、足をね、踏み出してみましたけど、あーと天気のことかではね、ちょっと 大人の階段を登ろうとしましたけど、やっぱりそれは、えー、自分じゃないと。自分は自分だけでいいというね、そういうメッセージなのかなと思いますね。で、まあ、スズメの戸締まり、ようやくここで完結するわけなんですよね。だからまあ、映画、スズメの戸締まりを、えー、観客は見つつ、えー、スズメの戸締まりを見ている話を見せられていると。 いう、そういう、まあ、メタ構造になってるわけなんですね。まあ、最後、えー、良い新海誠監督であることのイケメンが、えー、一人、えー、寄り道をしながら帰りますっていうね、ことで、えー、悪い新海誠監督であるスズメと別れるんですが、えー、まあ、えー まあ、スズメの戸締まりできたんだけど、まあ、ここからあれですよね。編集作業があるんで、え良、ー、い深海誠監督であるね、イケメンは、えー、編集作業をしながら、こう、えー、目的地に向かうわけなんですよね。被写室ですよね。で、えー、その悪い深海誠監督であるまあ、スズメですよね。スズメは、えー、プロモーションが忙しい。 っていうね、えー、ことになって、で、えー、半年間ぐらいですか、えー、まあ夏ですかね、えー。夏から始まって冬ぐらいか。その間ぐらいは別々に行動して、まあ実際は新加誠監督一人なんで、編集もやりながら、えー、プロモーションもやりながらっていうことなんですが、そしてようやく、えー、映画が完成して、えー、写真室で、えー この二人の新海誠監督が合流するというところで、まあ、このスズメの戸締まりはね、終わって、まさしく、えー、社室の扉を閉めたところで終わるというところなんですね <laughs>。ということでね、まあ、長々と喋ってきましたけど、これを考えると、まあ、あまりその神話の考察とか、 ね、エヴァとかもそうですけど、意味ないんじゃないかなってね、私は思っちゃいますね。えー、そんなことは多分、作り手は、えー、全く考えてなくて、えー、それをなんかわざとやらせるためにね、トラップとして、まあそういうものを仕掛けておいて、えー、盛り上がってくださいよっていうね、そういうマーケティングだと思います。まあこの手法は多分、ま、えー、あ安野秀明が、えー 開発をさらに深めた手法だと思うんですが、まあそれをこの深、えー、海誠作品では、えー、君の名から、えー、ずっと応用していて、まあすの戸締まりでは、えー、かなり、えー、完成の域に入ったんじゃないのかなってね、思いますね。えー、というわけで、まあこのスズメの戸締まりじゃ何だったのかっていうと、えー、これはやっぱり えー、河村元気さんが頑張った映画で、河村元気さんの、えー、パートだったんじゃ,、えー、じゃないのか、ターンだったんじゃないのかなってね、思いますね。その君の名はが、河、えー、村元気チューニングと呼ばれていて、新海誠職を、えー、抑えたもの、えー、まぁ、あ、口上酒とかって改めてテレビで放映されると、地上波で放映されると気持ち悪いっていね、えー、言われますよね。 で、そこで、えー、河村元気さんが抑えまくった君の名は大ヒットしたんで、じゃ天気の子では、えー、ちょっと、えー、その比率を変えて、えぇ、ー、新海茂門くん頑張ってくれって言って河村元気さんは引いたと思うんですよね。ただ、えー、そのおかげで大変なことになってしまって、そっちの方が私は好きですが、 まあ、河村元気さんも多分抑え込んだとは思うんですが、それでもああいう形になってしまって、まあ、ヒットはしたけど、君の名はよりはっていう、あと、まあ、ええー、その結論ですよね、が、ええー、受け入れられなかったり、まあ、嫌いな人がやっぱり君の名はよりは多いというところなんですよね。で、まあ、その揺り戻しで、河村元気が今回、ええー、全部仕切ったんじゃないのかなと思いますね。全体を河村元気が仕切った。 で、新海誠監督はやりたいことをやるというこの役割分担で、えー、できた映画だと思うんで、えー、映画的にはまとまってるようでまとまってないし、まあ、いろんなところでその設定ですよね。神話設定とか、えー、他の設定に、えー、矛盾が出てて、えー、まあ、えー、311っていう具体名が出てるのに、えー、なんか、 ミミズがどうのとかね、えー、それから金飯がどうのっていう、じゃあそっちの前半のそのメタファーは何なのっていうね、だったら全部311でやっても、やればいいじゃんっていうことなんですが、この、えー、ぐちゃぐちゃ感、えー、このまとまってない感はんでかっていうと、まあ、新海誠監督がやりたいことをやる、やってもらう。そして、河村元気さんは、えー、その、 全フォローに回ると。えー、その、構成とかは任せとけと。えー、とりあえず映画には、映画という作品にして人が来て2時間に収めて、えー、ヒットするし、プロモーションもやりまくって、お金のことは任せてくださいと。で、新海誠監督がやりたいこと、これとこれとこれは OK です。えー、全力でやってくださいっていう、まあそういう役割分担でできた。 映画なのかなと思いますね。そして、えー、河村元気さんは、えー、その時見た、えシ、ー、ンエヴァをベースに、えー、この物語を再構成したということになったんじゃない,ゃないですかね。えー、ということで、えー、まあ、えー、まあぜひ、これに近い考察をね、誰かしてたら聞いてみたいなってね、思います。